山本、やっぱスミスあかんわ。スミス。ドジャース山本由伸は敵地オラクルパークでのジャイアンツ戦に先発登板した。初回にムーキーベッツの通算50本目となる先頭打者アーチ、今季7号で先制。しかし先発の山本由伸が2回裏に1失地2塁のピンチを招くと、マトスに投じた初球のカーブが高く浮き1号逆転スリーランを浴びた。5回表に3塁から大谷のタイムリーで1点を返し、6回表にはギャビン、ラップスのタイムリー2塁打で追いついたが、山本は6回裏に2つの四球でピンチを招き、エリオットラモスに勝ち越しタイムリーを浴びて降板した。山本は6回裏西まで84球を投げ、ヤンダ5、内基本塁第1、奪三振6、値四球に、10点4で5試合ぶりに6イニングを投げきれなかった。日本の時と違って無双できないな。4失点か。今日はスミスのリード、守備シフトが山本とは相性悪かった。解説も配球が単調すぎる。ゲーム出た初球がストレートとカーブのみ、有効な球がカーブしかなくない。そのカーブをホームランされとる。カーブ読まれてたやろ、スミスさんよ。あま、カーブをスミスのせいにするな。低めのカウント球要求がここまで浮いてんだから完全に嫉妬。やっぱ山本はスミスよりバーンズの方がええやろ。ドジャースは4対4の同点で迎えた10回表にスミスのタイムリー2塁打で2点を勝ち越して6対4で勝利。スミスのバットで山本は2敗目を回避し、今季の防御率は 3.21 になった。2試合ぶりのスタメン復帰となった大谷は2番 DH で5打数2安打1打点を記録した。決勝点を取ったスミスはさすがやけど、山本ともっと抑えていれば楽に勝てた試合だった。やっぱスミスはリードやなくてバットやったな。スミスは山本と4点取られて自分のバットで2点取ったけど、バーンズなら2点以内に抑えれた。なお打線絶好調で負けはつかんもよ。ドジャース打線が味方でよかったな。多少ボコられた程度なら逆転してくれるし、よそじゃエンボ点少なすぎて勝てないだろう。キャッチャーのサインに同意して投げた時点で投手の責任って将来のメジャーリーガー平が言うてたで。山本は日本式のピッチングスタイルを変えれてない。逆日本式を尊重してくれる保守バーンズの時は抑えてる。一発はともかく6回の2者連続フォアボールはどうしようもない。あれはあかんかったな。フォアボール出すリードなんてせんのやから山本の責任やろ。管理人のつぶやき。山本投手、今回は残念な結果でしたが、本人も完全に自分の責任だって分かってるはずです。降板後にめちゃくちゃ悔しい表情をしてましたし、次回登板に向けて必ずアジャストしてくるはずです。最近の登板ではスミスとのコンビでも抑えれていたのですが、この日は山本投手の制球難もあり悔しい結果になりましたね。山本投手の調子がいまいちな日はやはりベテランのバーンズの方が失点率は下がるのかもしれませんね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。